お待たせいたしました。皆さん、こんにちは。飯山あかりです。江東区の皆さん、はじめまして。私たちは、日本保守党、日本保守党という、新しい政党です。日本保守党は、日本を豊かに強くするために立ち上がった新しい政党です。キッズデュオの皆さん、こんにちは。これから英語の勉強しようか。英語はできると得をします。できればできた方がいい。できたに越したことはありません。皆さんたくさん勉強しましょう。私も小さい時から、小さい時あんまり勉強しませんでした。途中から結構いっぱい勉強しました。今でおかげさまで結構いろんな言葉を使えるようになりました。言葉をたくさんできると得します。小さい子はぜひですね、たくさん勉強していろんな言葉を使えるようになってほしいと思います。さて、私は本当は今日はですね、ここに、3時かなに来る予定でした。ところが遅れました。大変申し訳ございませんでした。それもこれも全部有本さんのせいでございます。私のせいではございません。私は用意をして待っておりました。有本さんが鍵を忘れたから、待たされたんであります。皆さん大変申し訳ありませんでした。江東区の皆さん、はじめまして。私たちは日本保守党、日本保守党です。日本保守党は新しい政党です。去年立ち上がったばかりの新しい政党です。なぜ私たちが新しい政党を作ったかというと、日本の今の政治がめちゃくちゃやからです。私たちはこれまで政治を批判してきました。たくさん批判しました。あなたたちは一体何をやっているんでしょうかと。あなたたちはなんで私たちから高い税金を取り立てて、それでろくでもない政治をやっているんでしょうかと。これはおかしいと。私たちは一生懸命働いています。私も普通に働いています。今日ですね、今ちょっと訳があってですね、まあ訳というのはこの今ここに立っているのがその訳なんですけれども、訳があって仕事を一時的に中断しております。なんで私が仕事を中断してまでここに立って話をしているかというと、日本の政治が出しできないぐらいめちゃくちゃだからであります。こんなことをやっていては日本はめちゃくちゃになってしまう。私には子供がいます。でも私の子供が大人になる頃には日本はもうめちゃくちゃになってしまいます。このままでいくと大変です。あ、お兄さん、どうぞ気にせずここを通ってください。ここは通行禁止ではありません。全然気にせず通ってください。むしろ通ってください。私は日本保守党、日本、こんにちは。可愛い子がこっちを見て、こいつ怪しいという顔して見ております。それほど怪しいものではございません。我々は日本保守党、日本保守党、こんにちは。お兄さんこんにちは。マスクをしております。今日は花粉が多いのでマスクをしている人が多いです。我々日本保守党は日本を豊かに強くするために立ち上がった新しい政党です。なんで新しい政党を作ったかというと、日本の政治があまりにもめちゃくちゃだからです。あの人たち一体何をしているんでしょうか。あの人たちのやっていることは裏金作りです。裏金を作って、その裏金を何に使っているか明らかにしません。それもそのはずです。非常に怪しいことに使っているからであります。あの人たちは裏金を使っておそらく極めていかがわしいことをやっています。その一つが例えば怪しいパーティーです。彼らはパーティーをして、それでお金を稼いで、さらにその金で怪しいパーティーをしていると。一体何なんでしょうか。我々の首相岸田さん、あの人は1年に7回もパーティーをして、その売上総額1億5700万円です。なんでパーティーをするだけでそんな多額の金を稼ぐことができるんでしょうか。彼は、岸田さんは1回パーティーをするとなんと3600万も稼ぐことができます。我々庶民の、普通の庶民が働いた1年分の約10倍の金をたった1回の2時間余りのパーティーで稼ぐことができると。政治家っていうのはそういうとんでもない特権を持っているわけです。こんな人たちに我々の厳しい生活なんて理解できるわけがありません。我々は毎日、ここに女性もたくさんいますが、毎日スーパーに行ってその日に安いものを買うんです。その日ぐらいで安いものを使ってご飯を作るんです。なぜならそういうふうにしか生活できないからです。我々は、子供がいる人は子供のためにお金がむっちゃかかります。子育て費は
むっちゃかかります。この教育費というのはですね、なかなか節約することができないんですよ。教育費は節約できない、住居費も節約できない、税金は上がる、社会保険料も上がる。そうなってくるとですね、どこ節約できるかっていうと食費とかしか削るところがないんですよ。だから私たちの生活は厳しい。ところが政治家はパーティー三昧で裏金三昧です。こんなのはずるいです、はっきり言って。なんで私たちが日々の生活に困っているのに政治家は裏金三昧なんでしょうか。こんなことをやってるから日本の政治はめちゃくちゃになってしまったんです。政治をやってる人たちに庶民の気持ちははっきり言って全然わかりません。なぜなら今政治をやってる人たちはみんなお金持ちの家に生まれたお金持ちの世襲の政治家だからです。彼らに私たちの気持ちはわかりません。お手伝いさんがいっぱいいるような裕福な家の人たちに庶民の気持ちはわかりません。だから彼らのやってる政治は実際めちゃくちゃです。子育て支援するといって子育て家庭から高い税金を取り立てます。いや、あんたたち本当に子育て支援をしたいんだったら子育て支援から、子育てしている家庭から税金を取るのはやめましょうよと私は言いたい。なんで子育て支援をすると言いながら子育てをしている世帯から税金を取るんでしょうか。高い社会保険料を取るんでしょうか。こんなのは明らかにおかしいわけです。これがおかしいことはですね、説明すればはっきり言って幼稚園生でも分かります。幼稚園生でも分かるような間違いをですねやってるのが今の自民党の政治家です。岸田政権です。こんなものを許してはいけない。しかもですよ、本当は岸田政権の自民党政権のおかしな政治を批判すべき野党、これがまためちゃくちゃです。この人たちはですね、自分たちもいかがわしいことをやっているからはっきり言って岸田政権を責めきれません。あの人たちははっきり言って予定調和の世界に生きております。私は許せない。昨日からよく見ましたが、立憲民主党のなんとかという議員はよくわかんないけれども有権者かなんかに日本酒を配っていたと。何をやっているんですかと。自民党の議員は、金を配り、立憲民主党の議員は酒を配る。何が何だか全くわかりません。この人たちは明らかに日本国民のためになる政治はやっていません。彼らが政治をやっているのは自分の金のためです。私はそんなものは許せない。日本の国会議員は日本の国益のため、日本国民の生活のために本当は政治をすべきです。私はそう思っています。日本保守党はそういうすごくものすごく普通の政治を求めています。私たちのことを極右とかレッテル貼りする人たちがいますか。私の言ってることはむちゃむちゃ普通です。私はものすごい庶民です。皆さんが思っていることを私は代弁しているに過ぎないと思っております。私が、ここですね、江東区の、支部長になってしまいました。飯山あかりと申します。我々は日本保守党です。日本保守党をどうぞよろしくお願いします。これからちょっと日本保守党の一番偉い有本さんという、一番偉くて怖い有本さんという人がちょっと話をします。有本さん、はい、